広いですよ。私たちはずっと人間のために尽くしてきたんです。なのに気持ち悪いだなんて。こっちにいる色素って知ってるか？これな、虫の色素なんだぞ。待って。え？こっちにいるよ。え？こっちにいるよ。え？え？うわ、なんだこいつ。それ捨てちゃダメです。巨大わらじ虫だ。失礼な。私はれっきとしたこっちにいる貝殻虫、ベニコです。こっちにいる、それってあなたが気持ち悪がっているそのこっちにいる色素の原料です。こんなにでかいのか。本当は3ミリメートルくらいです。あなたに伝えたいことがあるんです。この化合物は、カルミン酸というものです。こっちにいる色素とも呼ばれています。こっちにいるというのは、こっちにいる貝殻虫から来たものです。こっちにいる色素という言葉はあまり聞いたことがないかもしれません。でも実は私たち、あの有名なカメムシの親戚なんです。サボテンに寄生し、アステカやインカ帝国などで古くから養殖されていて、染色用の染料に使われています。こっちにいる貝殻虫を乾燥させて水またはエタノールで抽出して色素として、食品添加物、天然の着色料として使用されている赤色の色素です。アントラキノン誘導体のカルミン酸であることからカルミン酸色素とも呼ばれています。中学校の、細胞の核を染める実験で酢酸カーミンとして、使用されている、染料です。この食品全部こっちにいる貝殻虫の赤色を使っています。主な例としてソーセージやハム、ベーコンなどが挙げられます。毎日私たちに会っている人も多いのではありませんか？高校生の皆さんに私たちの姿を見てもらいましょう。すごい、砂？砂みたい。何何何、この枕に入ってるやつ。ちょっと、俺にも俺に。石とかじゃないの、なんか。石。石しかない。まあ、なんか、なんか変な匂いする。石。虫なんですか？それはちょっと。キモ。キモくない？もう食べれない。気持ち悪いです。なんか有害っぽく感じちゃいますよね。全校アンケートを行いました。そして私たちに悪い印象を持っている割合は 66%。 予想外でした。なぜ悪い印象を持っているのでしょう。私たちの色素を使わずに無添加の料理を提供しているお店に行ってきました。やっぱりその後から付け加えるものは体によろしくないものがどうしても成分的に多いと思いますし、自然ではないものを強制的にその色付けたり長持ちさせたりするものかなと思いますので、自然のもので体に良いものでと思ってます。体に良くない、有害、そう感じている人が多いようです。ここに私たちが安全であることを裏付けている資料があります。ところがある問題が発生し、食品に虫の色素を使っているという風評被害を受けるようになりました。それを恐れたいくつかの企業は
私たちを追い出しました。その代わりを務めるのは合成着色料。これ石油製品から作られているって知っていましたか？原料は赤いプラスチックと同じです。動物実験をした結果、ウサギが癌になってアメリカでは禁止されたものもあります。しかし日本ではたくさん使われています。私たちが追い出されたところの一つに大手のコーヒースタンドがあります。追い出された理由としてある問題の影があるのです。こっちにいる色素に関しては最近非常にアナフィラキシーを起こしているという報告が見られます。アナフィラキシーショック、呼吸困難など命に関わる強いアレルギー。でも本当に私たちが悪いんでしょうか？あまり知られてはいませんが、アナフィラキシーショックの問題についてはこのように検討されています。つまりこっちにいる色素がこのアレルギーの原因であるということさえ断定されていないのです。ただアレルギーの観点から言うと、使う限りはいくらかの確率でそれに対してアレルを起こす人は、どんなものに対してもありますので、だから一般的に取る摂取するそういう食品であってもアレルギーは起こしますので、起こしたらもうそれは不運だとしか今のところ言いようがないんです。日本でコチニール色素によるアナフィラキシーショックを起こした人は確認されている限りでは10人にも満たないのです。それなのにひどいですよ。私たちはずっと人間のために尽くしてきたんです。なのに気持ち悪いだなんて。私たちはいらなくなっちゃうんですか？私たちに代わるものは合成着色料じゃないですか？でもいいんです、これからも尽くしますよ。だから私たちを嫌いになっても私たちの赤い色を嫌いにならないでください。あ、そろそろ時間になりました。私の赤い色、あなたの目にしっかりと焼き付けてくださいね。いつかどこかで私を見つけてくださいね。